パーいただきまして、大変なその光栄ですし、感激しております。推薦いただきました角村悟様、露木忠様、斉藤和夫様、それからご支持いただきました各委員の皆様にまずお礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。本日その私の研究を25分間紹介させていただけるということで、皆様にはこれからこれまで18年間私が何をしてきたのかということをちょっとお付き合いいただければというふうに思います。でまず最初に言葉なんですけど、最近ですとロシアのグローナスですとか、中国のベイル、あるいは日本でも JAXA の順天中衛星という、いろんな国がそれぞれ独自の測位システムを持つようになりましたので、グローバルナビゲーションソフトウェアシステム、これをこの GPS も含めて、衛星測位システムというふうに呼ぶようになりました。今日はこの GNSS 地上観測網に関する研究ということでご紹介させていただきます。まず最初に私の研究を導いていただいた皆様に、感謝したいというふうに思います。まずはじめに、今亡き中村はじめ元室長を報告しています。私が1997年に、気象研究所に赴任した年に、科学技術振興調整費 GPS 気象学というのが始まりました。で当時その中村はじめ室長だったんですけれども、気象サイド その GPS 気象学のリーダーとして引っ張っていただきまして、で私何も研究のことがわからない私にいろいろ課題を与えていただきました。でその課題を一つ一つ取り組む中で研究者ってこういうものなんだということが分かってきた気がします。で中村課長が亡くなった2003年には、その道先を案内してくれる方が亡くなったということで、非常に不安で、遠に暮れたということを今覚えています。お二人目は、元国立天文台の内藤功先生。内藤先生は、気象サイトのリーダーが中村先生だったんですけれども、内藤先生は、測地サイドの編集ということで、当時水沢の測地観測センター天文台に勤めていらっしゃったんですけれども、よく何回か勉強会に呼んでいただいて、天文台の若手の研究者の方と議論する機会を与えていただきました。で3人目が京都大学の津田義孝先生です。GPS 気象学が終わったのが2001年ですけれども、それ以降、ずっといろいろ私のこと目にかけていただいて、現在に至るまでご指導いただいています。で2010年に、学位論文を取得するときにも須田先生に指導していただきました。で私は地上の観測も使って結構ローカルな現象を追いかけているんですが、須田先生は全球規模の大気の変動を GPS 遠景法というものを使って解析されていて、見る視点がともすると私そのローカルなところに偏りがちなのをやっぱりグローバルな観点からものを見る必要があるということを常々教えていただいています。斉藤和夫中村はじめさんが亡くなられてから2004年からですね、8年間私の直属の上司としてご指導いただきました。非常に緻密な研究をされる方で、その斉藤部長にそのいろいろな研究の結果をお話しするときに一
一つ一つ質問に答えているうちに自分 の, 結果というものが鋭くなっていったというような感じです。青梨和正さん、GPS 気象学が始まった頃に地上のマイクロ波放射器を使って GPS で観測した水蒸気の比較をよく意識した。で、私最近その積乱雲に伴って水蒸気の予防性が卓越するということを取り組んでいるんですが、当時その青梨さんがマイクロ波放射器で行っていた水蒸気の予防性に関する研究からアイデアをいただいています。同僚の瀬戸徳さん、私がその気象研究所に入って研究のところが何もわからないでいるときに私が解析した結果を使っていただいて、いろんないい結果を出していただいたということを思います。で、常にそのいろんな視点でその気象の解析をされていて、非常に一緒に働いていて、でその他たくさんの方々に支えられて、ここまでやってくることができました。ちょっとお名前一人一人呼ぶことはできませんけれども、国土地理院の皆様、京都大学の皆様、情報通信研究機構、防災拠点、京都気象研究所の皆様に、これを申し上げたいと思います。さて、GNSS による水蒸気計測ですけれども、高度2万キロ上空を周回しています、その人工衛星群から電波が発射されて、受信機に到達するまでの時間を計測して距離を測るというのがその観測の原理になります。電波の到達経路にその水蒸気がありますと、電波が進行速度に変化が生じて、位置計測にノイズになる。で、それを気象の方ではシグナルとして利用するというのが GNSS 気象学の、指導原理になります。で、この GNSS を水蒸気のセンサーとして使う場合に、長所としては高精度で経年劣化しない、いわゆる人工衛星には原子時計が搭載されていまして、長年の観測に対して劣化しない、それから観測量が電波の位相の数を計算する、電波の強さではなくて位相の数を測っていくということから、非常に高精度で経年劣化しない観測が可能になります。それから L 波の電波を使っていることでこの天候に左右される、あるいは秒間隔の観測が可能になります。こういった特徴を持っております。一方短所としては計測できるのは経路上の積算量になりますので、空間分解に限界がある、こういった特徴を持った測器になります。で、3つの GNSS 気象学というのがあって、1つには地上基地型、地上に設置した受信機で、計測した電波の遅れを測ることによって水蒸気量を計測する。で、もう1つは低軌道衛星に搭載した受信機で、電波屈折してくるその電波を計測して、気温や水蒸気のプロファイルを観測する方法、それから最近は直達波と反射波の反射波を使って、積雪深ですとか上水分類、あるいは海上のサイクロンの中心の風を測るといったようなことが始まっています。歴史的には1995年に米国で地上基地型と天体望のキャンペーン観測が行われて、その非常に気象学的にも使える精度で観測できるということが実証されました。で、その2年後ですね、日本では科学技術振興する調査と GPS 気象学というのが始まって、私この年に気象研究所に移動してきました。で、GPS 気象学のコンセプトをここに書いてあるんですけれども、水蒸気のデータベースを介して、GSI というのは国土地理院
とその気象庁がお互いの気象庁は数値予報の精度向上、それから国土地理院は、電子基準点の測位精度向上を図るというのが GPS 基本法のコンセプトでした。で、私はこの地上基地型を担当しています。で、研究の目的は国土地理院の GNSS 観測も活用して気象業務や気象学に貢献するというのが大きなテーマでした。で、行ってきたことを、自分が行ってきたことはどういうことかなというふうにまとめますと、大体3つぐらいあるかなと思っています。1つは高精度高速に解析する手法を確立したということで、2つ目がデータ同化実験を行って GNSS から算出された水蒸気量というものが数値予報にインパクトがあるということを示したと。これは3つ目、これ最近取り組んでるんですけれども、積乱雲の監視に GNSS を使えないということを検討しています。で、このジオネットという国土地理の電子基準点ですけれども、世界的に見てもこの一国をカバーする17キロ間隔でカバーして、しかも24時間常時地殻変動を監視しているというネットワークが日本を置いて他にありません。またほとんど同じようなアンテナが使われているということも、解析にとっても精度を確保するではメリットになります。で、こういったそのジオネットを気象学や天気予報で利用するということで研究しています。まず最初に高精度高速解析手法の確立ですけれども、GNSS の観測にはいろんな大気遅延量以外の誤差因、衛星の時計の誤差ですとか受信機の誤差、あるいは建物からの反射との干渉から電位相といったようなことが言われていたんですけれども、実はこの他に潮汐による地面の変化っていうのもちゃんと抑えないと、大気の解析にはノイズが乗っかってしまうということが分かります。で、これ1997年初めて気象研に来て下降水量というものを解析した結果なんです。で、青いのが GPS、GNSS で解析した下降水量で、灰色が水蒸気ラジオメーターで、赤い点々が ラジオゾンド。だいたい2週間ぐらいの期間なんですけれども、初めての会社にしてはすごくよく合ってる、これはもう何もしないでこのまま使えるんじゃないかと思ったんですが、よくよく見ますとこの毎日同じ時刻にずれてるな、これがちょっと気持ち悪いと思ったわけです。で、これを毎日同じ時刻を繰り重ねると同じ時間帯にだいたい3ミリぐらい誤差が出てということが分かってきて、で、これをいろいろ調べてみましたところ、潮汐のモデルを使って海洋の満ち引きによって地面が大体1日10センチから20センチぐらい変動するんですけど、それの影響をちゃんと見積もらないと大気の方にその誤差が押し付けられるということが分かったんです。で、当時国土地理院の解析でもこの固体地球潮汐の影響というのは考慮されていたんですが、海洋潮汐加減については考慮されていなかった。で、2つ目は反射波の影響を除去する手法の開発です。これ、2000年当時の気象研究所の路上の写真で、その当時これ同じアンテナの機種が違うんですけれども、 GNSS のアンテナが10メートルくらいの間隔で置かれています。で、この2つの観測データから下降水量を算出して、毎日毎日1ヶ月ぐらいのデータを同じ時刻ごとに重ねてみますと、本来ならばゼロに近づくはずなのに10メートルぐらいしか離れてないのに1ミリぐらいのバイアスが乗っかっているんです。で、これだとGNSS で解析された水蒸気量というのは絶対量として使えないことになってしまうということで、その原因をいろいろ探ってみたところ、これは衛星方向の遅延量の残差を1ヶ月ぐらい
で著しくその残存平均値が周囲と違っているところがある。これは周囲 の, この反射波から来る影響 で, それをその補正量として解析してられることで、この赤い線、ほぼその2つ の, そのアンテナから解析される水蒸気量に違いがなくなるみたいなことが分かりました。から3つ目は高速に解析する手法です。で、今までの解析っていうのは衛星の軌道が正確に求まる2週間遅れでしか解析できなかったんですけども、それだと気象庁の原因を数値予報モデルには利用できないので、まあ、せいぜい1時間以内、30分程度で解析する必要があるということで、そのためには当時予測歴というのを使う必要がありました。で、下降水量をミリ単位で解析するためには衛星統計を 0.17 セカンドぐらい決める必要があるんですが、当時 の, その予測歴はその50倍割る程度で、これだと使い物にならないんです。で、これをどういう形で解析したかといいますと、長野県の佐久市に JAXA の宇宙観測センターで、その屋上にアメリカのジェット推進研究所が GPS の観測を行っています。で、この観測点は水素メジャーに同期されて非常に時計が安定している。これを使ってこの予測歴の大きな誤差を補正してやるということを。ただこの薄田から見えるこの衛星だけを補正してやると、その周り の, 日本列島の端の方の観測点はやっぱり誤差が大きくなるので、ここで得られた時計の情報を外側に伝播してやる必要があるということで、こういう受信機と衛星のリンクを作ってやって、でここの情報を外側にどんどん伝播させていくということをやります。で、そうすることによって、これ当時2000年に発表された論文で、やっぱりジオネットを使った下降水量のゾンデとの比較なんですけれども、バイアスが 2.7 ミリあって、ルートミンスケアが 3.7 ミリぐらい、これ2週間経った後の解析結果。これをこの2009年に出した論文で、観測解析の30分以内に、まあ、バイアスがなくてルートミンスケアバラスケとしても同じぐらいの精度で求められるということがあった。で、この手法を気象庁の下降水量の解析システムで採用している。で、2つ目がデータ同化実験で、 GNSS 下降水量の水中予測への効果を確認しました。で、1つ目は2008年7月28日の近畿北陸豪雨、兵庫県の小名川で水難事故があった時で、この時の同化実験は気象庁のメソ解析のモデルを使って国土地理院の観測データに加えて、東南アジアで得られるこの9点ほどの GPS の観測点から下降水量を解析して、それを同化するということもやります。で、これが当時15時 の, その3時間積算下降水量の観測値 で, これが GPS 同化しない場合、これがジオネットだけを同化したと、ジオネットを同化すると同化しない場合には全く予測できてなかったこの南西側の降水域が若干改善されるんですけど、まだまだ不十分で、アジア域の下降水量も同化してると、それがさらに南側に、降水域が表現されて、これでも全然不十分なんですが、3つで比べるとジオネットとそれから東アジアのデータを取ったということによる結果が一番良かった。で、この時にこの東アジアのデータを同化した場合としない場合で、この水蒸気 の, インクリメントがこの朝鮮半島 の, この GPS 圏から一般法に乗ってこの若狭湾に到達するということがあった。
で、いわゆるその海上風上の水蒸気がこういった豪雨の予測には大事だなということが分かった。でもう一つは日本ではないんですが、最近のナルギスのケースの動画実験を行います。この時はアンダマン諸島にありますこの3点の解析と、それからスマトラにあります GPS、それから大陸の観測データを動画した。で、これはいろいろ線があって申し訳ないです。これコントロール GPS なしとドミニカが GPS ありで、データ同化の時間を12時間から24時間、36時間、48時間に変えて、サイクロンの指導の変化を見たんです。で、GPS を入れないと、データ同化の時間によって非常にそのサイクロンの発達に変化が出てしまうんですが、GNSS を入れるとそういったばらつきが小さくなるということが分かります。で、この時なぜこういうことが起きたのかということを解析したんですけども、これの場合は水蒸気の変化というよりもこのアンダマン諸島で GNSS を入れたことによってここに降水域が形成されて、で気圧場が遅れが現れて少し変わった。で、それで風の場が少し変わったことで、相対的にちょうどサイクロンが発生するこの海域で、安定度ですとか未熟視野の増加あるいは水蒸気といったものが変わって、よりサイクロンが発生しやすい環境になるということがあります。で、一つ その水蒸気のデータを入れてもその効果はいろいろな形式と違うということがあります。それからベンガル湾というその観測データが非常に少ない領域ではこういった比較的少なめのデータを入れてやることでも効果があるということがあります。3つ目が積乱雲発達に伴う水蒸気変動の観測指標の提案ということで、これちょっと時間がないので届きますけれども、視線方向の遅延量を東方成分、一次勾配成分、こういうのが緊張成分に、区別してやると、それぞれ特徴的な水平スケールを持っているということが分かります。東方成分が大体600キロぐらい。一次勾配成分が60キロ、工事の非中成分が3キロになります。で、いわゆるこの工事の非中成分というのは東方成分だけでは得られないその積乱雲の発達に反応するということが示唆されています。で、こういった結果を使って、瀬古さんに、トモグラフィーによって孤立積乱雲の水蒸気場の解析という結果を出していただきましたし、川端さんには2009年8月19日 の沖縄のバーブガー豪雨で雲海上コーディバーに視線遅延量を増加することによって、観測とほぼ合った形 の豪雨を再現することが成功できました。で、さて3年前の5月6日に筑波市の東京で起きました被害、これ私も被害の観測について非常に衝撃といいますか足が震える思いだったんですけど、こういった写真で GNSS は何かこれに対してできないのかということで、取り組んだのがこの視線方向の遅延量を利用して観測点周囲の水蒸気量を推定するということです。で、これモデルで再現された水蒸気は下降水量の分布なんですが、親雲の前面で非常に水蒸気量が多くなっていて、後面で少なくなっている。断面図で見ると水蒸気がこの壁のようになって前面で上昇気流で後面で下降気流が高いですし、これ今までの解析手法だとそういった特徴が見られなかったのが視線方向の情報を加味することで不十分ですけども、これぐらいの再現ということになりました。こういった3つのことをやってきて、で今後はどういうことをやりたいかということで、今取り組んでいるのは、今、海速も30分を
ったことをすることで水中法以外の降水の空き家空き家の混雑化にも貢献できるというふうに思っています。それからもう一つは船舶を使った海上の水力観測で、これジャムステックの藤田美紀子さんが2008年に先駆的な研究をされているんですけれども、その船舶としても3便程度で回収できるよということが示されました。で、私も2012年から気象庁の観測船に GNSS を搭載させていただいて、比較観測するとやっぱり3ミリぐらいだということが確認できたの で、これからこういった観測についてもリアルタイムの解析を目指して豪雨予測への貢献を目指したいというふうに思っています。これ2003年に筑波で国際ワークショップというのを行ったんです。世界中から GNSS 気象学の参加者が集まって